始まるよ。準備はいいかな？はい、それでは183ページのポイントチェックについて解説を加えることにいたします。以下のそれぞれの契約にとって X に解除権発生するため催告必要なのかと考えてみようということですね。で、1番、Y は自らが有する高不動産 X で売却したと。で、双方の債務について履行期定められていなかったところ、X は代金支払ったにもかかわらず、X が請求しても、Y は高不動産の所有権移転に必要な手続きを取ろうとしなかったというわけですからね。これ、別に、売り主である Y はですね、これ、履行しようと思ったらできるわけですね。履行しようと思ったらできるのにしてないわけですね。なので、まだ履行する意思があるかどうか、これを確認するために、これ、催告必要だと。いう541条の本文が適用されるケースでいいかと思います。次2番です。 Y は自らが有するオツ動産を、X に売却、特定物だそうです、を X に売却する契約締結だと。しかしながら Y の貸しによってオツ動産を消失してしまったということです。この場合ですと特定物の売買契約ですから、消失するともうその物がなくなりますね。なのでこれ履行不能です。したがって542条の1個です。次に掲げる場合には債権者は前条の催告、さっき見た541条ですね、催告することなく直ちに契約の解除することができるということで1号です。債務の全部の履行が不能であるときということですので、全部の履行不能ですので、この場合には、解除することができる、つまり催告不要だということになるわけですね。ちなみに541条に催告による解除というのが規定されてて、542条には催告によらない解除というのがありますので、つまり542条の1個は全部解除です。2個は一部解除なんですけれども、それぞれどういう場合に催告必要ないかということが規定されてます。反対に言い方すると、原則やっぱり催告必要なんでしょう。で、この例外に当たる場合には催告不要なんだという見方もですね、一つの見方として、挙げておくといいかと思います。